えっと一番最初ですけども、これはえっとフォルテでフォルテでっていうのはイメージ的にはト。 P みたいな感じですね。全部の楽器がそこを例えば中低音楽器はこっちだし、高音楽器だとこうだし、うん、まあ、それぞれ同じ例を出しても出てくるあの配置が違うと思うんですけども、うん、でも全部のオーケストラのイメージでは、うん、そのみんなでトゥッティをやるっていうイメージがあっていいと思います。だから、うん、あのダイナミクスがフォルテっていう形が書かれてると思うんですね。うん、で、えっ、ー、とこの時に。 よく質問があるのは、どっちが強くて、どっちが弱いんですかみたいな質問がよくあるんですけども、うん、その時お答えしているのが、まずこれは低音域の。低音ごな、ごめんなさい。高音楽器の音域ですね。これ低音楽器の音域ですね。これ同時に、例えば同じ強さで弾いても、音色全然違うんですね。うん、その違った楽器を奏でてくれればいいです。うん。例えば、こっちが強いのよつっ,って、こうだったり、今度逆に。 こっちが強いのよってこういうイメージじゃなくて両方ともそれぞれの楽器の特性を生かしながらちょっと、うん、このチェロとか、うん、コ,ンコントラバスみたいな音域も聞こえてくるしバイオリンの音域も聞こえてくるしっていうところで、うん、なんかそれが全員が弾いてるっていうイメージですねねねいいいろんなアチキーティュンの違いがあるっっってて言ました、ね、犯人よりこ、ね、これ、ね、どういう,ことかっうととかね。 えっと4分の3拍子四分音符が1拍だった時に1拍の半分の音までは1音1音語ろうと思えば語れますよっていうのはその基本にあるんですよ。とどういうことかすと1音1音語ろうとは切っっててもいいってこつなげてもいいんですよ。だけど切って弾いても1音1音語れるんですから切ってもいいってことだから例えばね「たんタン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 タララ」ってこれつなげてもいいですけども。 一応切ってもいいってことです。そうですよね。だからこれもパラランっていの、これ三度飛んでますから。繋げたくなりますよね。でも切ってもいいんですよ。だからラタトントンって弾いてもいいっていことです。そういうふうに思ってください。だからスラがついてるから、ど、あの間違、あの弾いちゃいけないんですかとか。切ってはいけないんですかってことじゃなくて。こういうものはそういう、もし白い楽譜っていうの、白楽譜ってよく皆さん言いますね。 何にも書いてない楽譜だった時にどういうふうに弾きますかっていう一つの一つの原則ですよこれが言えますでもう一つねこの「レーンレ」っていうふうに入ってる版と入ってない版があるって言いましたねこれなんでだと思いますかこれも分かってればいいんですこれは今まで全部一泊各泊少なくとも3泊目には音がみんな入ってるんですよこれところがここだけもしこの「 ハンだと抜けてますよねそうすると自分でその音を意識してれば基本的にいいんですよラタ,タタタタターンでこの音伸びてますからしっかりと伸ばすこれを例えばダーン意識する音として入ってるんですよ、ね、僕だったらそうやって解釈しますなんでこの音抜けてるんだこのハンはなんでこのハンは入ってるんだどっちが正しいんだっていうんじゃなくてあ、三拍目を意識するんだっていうこと と思えば「あ,あ同じオクターブ下ですからいいんじゃないですか」とかそういうふうに思いますね。